皆さんこんにちは。先日久しぶりに友人とアンサンブルを楽しみました。秋にサックス奏者の日下部忠義さんと CD を作ります。彼が所属する広島ウインドオーケストラの公演のため PCR 検査の陰性確認後広島に来てくれました。このチャンスに2年ぶりとなるリハーサルをすることができました。ベルとベルが干渉しないように閉じることができます。これがテナーサックス、はい、これがソプラノサックス、こっちがアルトサックス。ネックとかもこうやって挟まってしまうことができます。ここにこうスポンって、はあはあはあ、あ、すごいね。そうで、普通に楽器をケースに入れる時より、うん、楽器が揺れないので。なるほど。だから多分楽器の調整とかも狂いにくいんだと思う。ちょっと外してちょっとこうスコンと抜くと、おお、しまう時もで、あとはシュッと押し込んで、このマジックテープを止めれば動かない。すごいね。このキーも当たった。はあ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 。昨日の広島ウインドオーケストラの演奏会ではこのテナーサックスを使った。そう。で、今日はこっちのソプラノとアルト両方使うので、この3つが入るケースでやってきたと。そうです。すごい、ありがとう。ちなみにこれは、おお、なんかすげえな。じゃあ背負ってみてください。うわ、これすごいわ。あ、もうこれほんま上昇できるね。そう、売りに行きます。いろいろ入ってるんで。いや、これすごいな。結構きついんですよね。何歳まで使えるかなって思って。とりあえずやってみようね。とりあえずやってみましょう。
Thank you.
なんかそうですね、大きくなんか揺らぎを、伸び縮みするってわけでもないんですけど、こう揺れが感じられるところとピタッて止まるところと、あった方がいいですね。僕もそう、結構長い音が多い分、逆にその長い音でしっかりこうなんか変化が出せたら、確かに確かにいいなっていうのを思いました。OK、じゃあちょっとそういう方向性でまた、はい、ちょっと作っていくね。はい、で厄介なところやろうか。厄介なところやりましょうか。どこで 100とか。あ、もう僕その前から厄介なんですよね。